例によってこう回すだけ回しながら何を話すか考えてるんですけど何から行こうかな。最近の話から行く、一番直近の話から行くか、古い方から遡っていくかっていう話があって、で、私さ、いつも最近の話から話し始めるのよそうすると古い話題が残るんだよねで、なんで逆にすごい古い話題から行こうかなって思ったので、あったことなんですけど、まあ古くて残ってるあれはさ、古くても残ってる話題っていうのは結構なんか問題があるっていうかセンシティブっていうのかな、現存する最古のネタ帳に現存する最古のやつをちょっと出すわこれタイムラインで見かけたんですけど、VV さんっていう方のツイート、いつのツイートかっていうと1月15日、だいぶ前だなこれがネタ帳の最高のやつですね。まだ初期の初期に、このラジオの初期の初期になんか取り上げようかなって思ってたやつですね。もともとは板橋英介さんって方の1月14日のツイートで、単純に昔はバカが黙って分かったふりをしていただけみたいな。で、バカがバカだと思われるのが一番嫌いだから、懸命にバカでな、これ元の元はノルノルさんがフリーレンに関して物語分からない人が結構いるらしいっていう。へーっていう話でさ。物語読解力が、若者の物語離れがさ、進んでるんじゃないか、みたいな話なんですけど。で、この板橋さん曰く、単純に昔はバカが分かったふりをしていただけだけど、今は、SNS の影響で自分と同程度の理解力が大量にいると分かったので、わからないことが普通だっていう安心感から、こう、可視化されている。まあ、あるいは SNS によって可視化されているみたいな話。で、VV さんのコメントは、Twitter だとバカがバカの、バカ本体の自分を公共に出しても匿名であるって安心感で相性がいいんだろうな、みたいな話があってね。で、まあ、もっと言うとさ、私、バカが権力を持ち始めてるんだと思ってるんですよ。いや、まあ、もともと持ってるっちゃ持ってるんだけど、わかりやすい物語にしろという圧力があるような気がするんで、まあ、物語に限らないんだけど、よりバカに配慮した、こう、様々な設計を社会設計が、社会に限らないよね。商品設計、社会設計、サービス設計をも、よりよりバカに配慮すべき、みたいな風潮があると思ってるんですよね。まあ、それが必要な場面ももちろんありますよ。もちろんあるが、そうだな、まあなんか、さまざまなところで、だいぶ配慮しなきゃいけないみたいなことがさ、発生してんじゃないかなっていう話のを思ったんだよね。で、同時にバカがバカでいいっていう、風潮
まあ、これは元のツインの話でもあるんだけどさ、バカがバカでいいっていう風潮が生まれてるわけでしょ。まあどうなんだろうね、まあ、それはバカにとってもいいことなのかどうかっていう話があるわけじゃないですか。これはさ、バカがバカじゃないふりを、分かったふりをする中で、いつの間にか分かっていくとかさ、賢くなっていくとかっていうことが起こってたわけじゃないですか。じゃあそれがなくなっちゃうわけでしょ。なかなか、まあそうすると、こう、なんか、バカがバカでいる、バカから脱出することへのインセンティブがなくなっちゃうから、なんか全体として、社会全体としての、こう、あれが、バカが増えるんじゃないか。バカが増えるっていうことが、バカにとっても良くないんだろうし、バカがバカから脱出、本当はできる程度のバカなのに、バカのままだからね。っていうこともあるし、社会全体にとっても、もうなんかマイナスな気もするよな、っていうことをね、思ったわけ。まあ、というわけで、今回、このラジオ史上、作業用を戻す三好七尾史上、一番バカって言った回。これ一番バカって言った回ですね。スタートしまーす。曲。間違えた。というわけで、白い吐息という曲でした。改めまして、おはじめよし。バーチャルシンガーソングライターの元住吉なのです。この番組週刊作業用元住吉なのは皆さんの作業のお供になれるよう、この元住吉なのが1時間ぐらいゆったりまたお話ししていくラジオ番組です。オープニングにおかけしました曲は白い吐息をイメージした曲で白い吐息ということで、あんまりなんかジャンル選択をミスって先週に引き続きボサノバブームがブームがね到来してるんですけど、そうだな、何の話からいこうかな。最新の話とかでしょうか。これ収録時点で昨日の話。ちょっと一瞬待って。OK。いやー、いいんですけど、あれなんだっけな。確か、日清食品だと思うんですけど、これだ。これ、今、11月で、
だいぶ寒くなったなっていうところなんでございますけれども、私昨日これ食べたんですよ日清氷撃青ゆず何鶏塩って言うのかな、7月8日に発売された夏向けの製品ですね商品ですね、これあの何あれなんていうのあれカップ焼きそばの容量でイカお湯を捨ててでまた水を入れて冷やして捨ててあやることによって冷たいなんか冷やしラーメンがね作れる商品でございましてなかなか美味しかったですよまあ、ただし完全季節外したなって思って完全に季節外したなと思って、まあ、だからあの季節外れだからさちょっと優しくじゃないや、いやあの安くなってたんだと思うんだよね、はい季節限定商品ではないのかな、これはね。どうなんだろうね。ちなみにね、ラオウかな、ラオウのさ、あの、ゆず塩系の袋麺がめっちゃ美味しいです。これもおすすめです。味がいいよね。このゆずの鶏。鶏もなんか結構、まあ、こういうのに入ってる鶏ってさ、何パサパサ系じゃないですか。あの、なので、あんまり違和感なく、あんまり違和感なく鶏も食べれましたね。乾燥した鶏が、あの、お湯で戻ってるだけなんですけど。あの、普通に美味しくいただけましたね。はぁ、あ。ということで、まあ、もう売ってないんじゃないかな。どうなんだろうな。この盛り付けにはなんないよ、これ。ちゃんと作っても。火薬をさ、別に戻せばできるけどさ。まあでも、火薬全部集めたらこんぐらいになるかもしれない。まあ、イメージでしたよね。こう調理イメージ図だよね。なかなかこうはなんないんで。まあ気をつけてほしいんですけど。まあ、作るの若干めんどくさいかな。お湯捨てるだけじゃなくてさ、水を注いで麺を冷やした後、雪口を水を捨て、あ よく切るっていう、このパートが入るからね。で、さらになんか氷を入れろみたいなこと書いてあって。あ、しまった。全然私間違えてた。さらに氷入れて、スープ入れて内側の線まで水入れてた私水入れなかったよ。なんか普通になんか何冷やし中華の要領でさスープかけて食べちゃった。あ全然美味しかったけどね。というわけで作り方を間違えたことが今分かったという。今分かったっていう衝撃の事実でしたね。はい。どうしようか。昔のやつ見る。昔のやつ。これはね、つついドットエクセルさん。エクセルの本とかを書かれてる方ですよね。のツイート。これも1月15日だわ。古いやつはこの時代に固まってんのかな。これ、数十年ぶりにエクセル触る人、困った時はイルカに触れば聞けばいいんだろ。え、いないの？今イルカいないよ。イルカみたいなやつアシスタントいないの。あのいるけどデフォルト表示されてないとかそういうんじゃなくて。でもそろそろさ、AI アシスタントみたいなのが出てもおかしくないよね。
その作業の、あの、作業はこの関数でできますよ、みたいなことを教えてくれたりしてさ、その関数はこれです、みたいな、やってくれたりしないのかな。あの、表を結合しようとすると怒るとかさ。そういうやつないよな。最大行数が物足りないんだよな。ああ、昔ってあれだっけ ?65536 だっけ ?16 ビット。16ビットの最大値は65536。サインドあった32767。うん。違うかな。どっちかじゃなかったっけ。ああ、16万桁の。ビットって知ってますよ。いや、あの、コンピューターってさ、01で、01人でデータを保存してるじゃん。あの、01はビットって言うんだけど、あの、情報理論というのがあってさ、情報理論の話していい？あの、シャノン・カウフマンじゃなくて、なんだっけ、クロード・シャノンだ。シャノン・カウフマンは14歳ぐらいでデビューした、あの、ブルースドッグ系のシンガーソングライターだよね。あの、そんなに売れなかったと思いますけど。デビューアルバムだけちょっと売れたのかな。まあ、それはいいんですけど、クロード・シャノンっていう人が、あの、いて、あの、どう？DTM 界だったらさ、サンプリング周波数みたいなのあるじゃん。あれを、なんか、ちゃんとした人ですよね。あれの理論をきちんと、あの、作った人、クロード・シャノンって言うんですけど、その人、情報量というものを定義してるんですよ。で、まあ、その情報量の単位がビットとか、バイトとか、ね、あの、我々がギガとか今呼んでるものだよね。あれは情報量の単位なんだけど、情報量って面白くて確率の逆数なんですよ。うん。確率の逆数、何それって思うんでしょう。例えばさ、そうだな。あ、ペンタブの設定してないか書けないな。ね。例えば、あ、逆、あれ？あ、あったあった。ね。何がいい？情報として、明日の天気だとめんどくさいかな。まあいいか。明日の天気の確率がさ、明日の天気が 30% です。みたいな。薄くなって。明日の天気が 30% の確率で、晴れだとするじゃないか。30% の確率晴れだったとしたら、明日晴れだっていう情報、確実に明日晴れだっていう情報は、30% だからさ、まあ何 ?0.3 だよね。0.3 分の1っていうのが、明日が本当に晴れだった時の情報量なんですよ。意味わかんないですね。まあ、サイコロ振ろうか。サイコロって6分の1じゃん、数字が。ね、4が出る確率って6分の1じゃん、例えば。4が出るぞっていう情報が分かってたら、6分の1の逆数だから6。こういうことだよね。6分の1分の1だからさ。イコール6。これは情報量になるわけ。っていうことね。で、このビットっていうのは、これを、あの、逆数にする、逆数じゃないや。ログ2の6にするから、
私は計算できないけど、大体 2. 点いくつみたいな数だよね。2. 点何ビットみたいな話になるんですね。1ビットは2通り。2ビットは4通り。3ビットは8通り。てん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 。で、さっきの16ビットは65536という、通りの可能性があるわけですよね。まあ、なので、こう情報量というものは、そのレアに起こることほど情報量が高いんですよ。明日地震が起こりますっていう情報は、情報量が大きいんだよね。だって地震が起きない日の方が多いんだもん。確率が低いでしょ。で、例えば、そうだね。だから、実は地球は丸いんですっていう情報には、ほとんど情報量がない。だって多分丸いからっていう話ですよね。というのが情報量の話。え、なんだっけ？私何を、しまった。これ出しっぱで、せっかく書きながら話してたのに、出しっぱだったわ。で、そうそう。最大桁数ってのが16ビットで表せられてたんだよね。まあ、昔のエクセルってね。だ16ビットのさ、コンピューターで動いてたってことよ。信じられます？今や、何ですか？今や64ビットのコンピューターとかで動いてるわけじゃないですか。それが、16ビットの時代ってあったわけですね。Windows って16ビットの時代あったの？そこわかんないわ、実は。32ビットのさ、あれあるじゃん？ Win32API って32ビット Windows API じゃん。32ビットになったのって最近の話なの？でも2ギガの壁ってのあったじゃないですか、2ギガの壁。あれさ、Windows のファイルって2ギガを超えたものを扱えなかった時代があったのよ。あれって32ビットの壁なのね。32ビットの限界って、40兆とかな、そんぐらいだったと思うんだけど。さすがに正確な数覚えてないし、覚える必要もないんだけどさ。あれが、だから16ビットにする意味があんまりない気がするんだよね。なんで16ビットにしてたんだろうね、Windows の人たち。やっぱ16ビット Windows が昔あったのかな？存在してたのかな？ちょっとわかんないんだけど。で、紙に印刷するとずれるっていう。これは何十年か前から変わっていない。Excel の変わっていないことなのだっていう話で。なるほどなっていう。へーっていう話ですね。イルカに話を聞きたいよねっていう。新しい AI イルカとか出てきてほしいよね。AI イルカに作業を頼むと作業をしてくれたりとかさ、してくんないのかな。そろそろできそうだよね。はい。そんな謎の話をしつつ1時間過ごそうと思うんですけど、新しい話の方ターンをしようか。最近の話で言うと、先週さ、銀行に呼ばれたんですよ、私。銀行に呼ばれて、海外からお金が振り込まれるからマネーロンダリングとかの恐れとかあるから、身分証明書を持ってこいと。ああいうことで、行ってきたんですよ、銀行に。
か住んでるところの銀行よりちょっと離れた銀行に行ってきたんですよ。そこに、それで、あ、久しぶりに来たなと思って、まあ、住んでるところがちょっと離れたって、渋谷なのね。よ、渋谷の銀行に行ってきたんですよ。で、渋谷にさ、まあ、なんか久しぶりに渋谷来たなと思って。うん。まあ、本当に久しぶりかと言われると、実はわかんないんですけど、まあでも、半年ぶりぐらいじゃないですか。で、渋谷来てさ、まあまあ、その銀行の手続きは、こう、つるっと終わったわけ。大したこともなく終わったんですよ。それでさ、その後、じゃあ、なんか久しぶりに渋谷に来たからなんか、うろつこうかなと思ったんだけど、もうなんかよくわかんなくって。よくわかんなくって。で、ビレッジヴァンガードに入ったのよ。いや、なんか食べようかなと思ったんだけど、中途半端な時間だったしさ、しかも何食べるよみたいな話にもなるし。あ、てんやがなんかあった。てんやがあったのは見かけたんですけど、いやー、てんやか、美味しいよね、と思った。てんや美味しいよね、とは思ったんですけど、まあ、入ることはなく、うろうろして、それで、あ、そう、銀行へのさ、アポイントメントの時間にさ、ちょっと、ドトールに、こう、時間、ちょっと、潰しにドトールに入ったりして、待ってたのよ。その結果さ、ドトールでさ、ちょっと、つまんだわけですよ。食べ物も。結果、なんか、昼食べるのも、ほどお腹も空いてないなっていう感じにもなってた。で、じゃあ、せっかく渋谷来たけど、あんまりやることないのかなと思って、で、うろうろしてたんですけど、で、ビレッジヴァンガードに入ったのよ。で、ビレッジヴァンガードに入る前に、スクランブル交差点のとこにさ、大聖堂書店ってあったじゃないですか。ね。あれじゃ、大森堂。大森堂書店。こうか。大聖堂だと思うんだけど、書店ってあったじゃないですか。まあ、これ、ビルのオーナーさんがやってる書店なんですよね。だから、なんか、大手企業がやってるわけじゃないっていう本屋さんなんですけど、2階までしかなくなってるんですね、今。いつ情報よ、みたいな。知ってる人いつ情報よ、みたいな話かもしれないけど、2階までしかなくなってるの。昔、なんか、階段で、すごい、ね、高さまで登ったり降りたりしたよね、みたいな。5階とか6階ぐらいまでなかったっけ？もっとあったっけ？ひょっとしたら。そういう感じのさ、なんか、商店内を巡るのに、階段をすごい登山しなきゃいけないみたいな、本屋だったと思うんですけど、売り場のさ、ワンフロアの面積がすごい小さいんだよね。それで縦に長いみたいな、本屋さんなんですけど、ここがさ、2階までしかなくなって、上の方何になってんだろうとか、思ったりしたんです。で、ビレッジヴァンガードも本屋さんじゃないですか。で、まあなんだ。まあビレッジヴァンガードの話はまあ、とりあえず置いとこう。それでさ、要は、アマゾンとかのさ、力が強くって、リアルの本屋さんって、あんまりもう採算取れないんだろうなっていう話でさ。
やなんか寂しいねって思いますよね。うん。リアルの本屋さんもさ、リアルの本屋さんの良さはあるんだけど、やっぱり利便性、買うことに関する利便性に関してはさ、アマゾンとかの方がいいよねっていうのもあるし、あとクレジットカードで買うっていうことによってさ、なんかお金使ってる感じしないわけよ。インターネットショッピングって、そこも強いよなって思って。やっぱリアルの書店で、物を買うってなると、結構そういうとこはね、あるよねって思ったりしたんですよね。で、そうだそうだ、記書をね、探そうかなと思ったのよ。記書を探すみたいな話があって、まあその話は将棋雑談でしようかな。将棋雑談でするわ。結局大聖堂とか、まあ、渋谷に記書を取り扱ってる本屋さんは、まああんまり巡ってないんだけどさ、もっと大きな本屋さんとか、探せばあるんだけど、探せばっていうか行けばあるんだけど、あんまり動きたくなくて、そんなことのためにあんまり動きたくなくてさ、で記書がある本屋は見つからなくて、それでまあなんか、何らかの記書をね、ネットで買ってるんですけど、中古の。まあ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 、そんな話ですよね。ね、なんだっけ。それはいいんですけど。で、ビレッジヴァンガードにさ、入ったわけ。さあ、ビレッジヴァンガード、ビレッジヴァンガードってさ、まあ、本店だよね。渋谷の本店みたいなのがあって。で、中でさ、なんか、多分店員が推してるアーティストみたいな、音楽のね、アーティストみたいなバンドとかがさ、もう押されてるわけ。で、何バンドかって、それの、CD とか売っててさ、MV がテレビにかかりながら、こう CD が売ってたりして、ああ、なかなか良かったですよ。なかなか良かったですよ。やっぱり生じゃないけどさ、まあ録音だけど、こう、いわゆる打ち込みの音楽ばっかりが最近、こう2時間 DTM で聴いてるのがさ、打ち込みの音楽ばっかりだし、自分が聴いてる音楽もさ、打ち込みの音楽ばっかりだったりするわけじゃないですか。まあそういう中、バンドで演奏しているこう映像などを見ると、ああ、やっぱりいいもんだねって。いいもんだねって思ったりしますよね。だからなんか、あれかね、作曲家の時代は終わりを告げて、演奏家の時代がやってくるかもしれないね。などと思いつつ、まあ、自分の曲をかけていこうと思います。後半に続く。お送りいたしました曲は、なんだっけ、世界に火をつけてっていう。とんでもないタイトルの曲ですね。去年の。
もうついなちゃん期に入りましたね。ついなちゃんでまだグミを買ってなかった時代の曲ですね。はい。なんか言うべきほどがないかな。ロック曲でしたね。さて、あれか、炎をイメージした曲っていうのが、お題だったかな。そんな感じです。さて、どうしようかな。何話そうかな。古い話からにしようか。古い話。この話しようか。ちょっと、いい。いやー、こうまた、ツイッターからネタを拾ってな。しかもこれ13日じゃん。さらに古くなりましたね。スラックより電話で話す方が早いからと、脳死で声をかけている人は、テキスト化にする際に生じる、情報をまとめる言葉を選ぶ、相手の反応を想像する、認識をすり合わせるなど、言語化するための様々なコミュニケーションコストを、相手に押し付けていることを意識した方がいい。へーっていう。いや、直接話した方が早いのは、どう考えても間違いないんだけど、どう考えても間違いないんだよ。私は直接話してくださいっていうタイプですけどね。いやだって世の中テキストで話してるといろいろディスコミュニケーションが発生するでしょ。で言葉を選ぶのにさコストがかかるのはお互い様だからね。情報をまとめるのもはい、でまあ、それもそうなんだけど、あとさ、思ったのは、コミュニケーションをさ、コストだと考えることに関して、コミュニケーションをコストと考えることに関して、もう、やばい時代かもしれないなって。思うとこもあるよね。まあ確かにコミュニケーションコストというものはさ、まあ企業とかっていう話で言うとそうなんだけど、なんかこれ反応しとこうか、昔のあれに。いやコミュニケーションをコストと考えることが、まあなんか、ことがさ、やばい。ね。こう、まあ、この世の中に無駄がなくなってきているというかさ、効率で言ってしまうことによって、なんか人類は大切なものを失っている可能性があるよね。その行き着く先がさ、行き着く先の一つとして AI による大量生産というものが発生してくるわけじゃないですか。音楽の大量生産ね。そういえば、スーの AI もさ、私、ブラックフライデーで、スーの AI が6ドルだったんで、1ヶ月。まあ、1ヶ月ぐらい契約しようかなって、1ヶ月契約してみたんですよ。いやーでもすごいですよね、V4 ね。バージョン4。まあバージョン4っていうか、3.5 もすごいんですけど、十分すごい、3.5。でも V4 も、まあ相当すごいよね。もうほとんどっていうか、まあ私が作るよりも曲はいいとかまであるよ。で、逆にさ、数の AI が作った曲とかを、カバーしたくなっちゃうよね。そんな感じすらある。まあ、そんな時代なわけ。
そうすると人間にはさ、あの、こう、あれして、曲を書いてもらうっていうこともさ、まあ、少なくなっていくんじゃないかなと思いますよ。それは、なんだろうな、伝統工芸で作られたさ、何、物を我々ほとんど使ってないわけじゃないですか。その、オートメーションでさ、作られている、まあなんか食器とかもさ、オートメーションで作られているものをほとんど使ってるわけじゃないですか。まあそういう時代になってくるわけですよね。まあそんな中、一握りの伝統を守っている人たちが、こう、漆塗りの食器みたいなのをさ、作ったりしてるわけですよね。なんか染め物とかさ、あんなの洗濯したらこう色移るとかして大変なのに。そう、まあ、そういう話なわけじゃないですか。音楽とか絵とか、そういったものも似たようなことになるんじゃないですかねっていうのが、まあ、私の思うところでございます。で、どうなるんでしょうね。まあ、それはまあなんか歴史上ずっと繰り返されている話だしさ。まあ当事者としては抵抗感があるのは、まあそうなんだけど、そしてラッタイト運動なんていうのもさ、昔から起こったりしてるわけだけどさ、まあ歴史をたどると、まあ AI 化の流れは、こう、否定できないよね、きっとね。否定できないよねっていう、立場にある。と同時に、そういう何、この伝統芸能としての、方向性では一定数が生き残る、規模はすごいシュリンクするけど、まあ、ある程度の数は生き残るんだろうなっていうことは思ってね。まあそう、まあそしてまあそれはそういうマニアのね、使う。マニア向けの商品として、こう、存在するっていう形にね、おそらくなってくるんだろうなーっていうのは、思ってますね。はい。まあ、AI。で、おそらく AI のバブルが来ます。まあ、トランプ政権になりますからね。とにかくね。これが、イーロン・マスクがトランプ政権に入ってるわけで、で、イーロン・マスク AI 企業も動かしてますんで、そうすると AI 企業への追い風がビュンビュン吹くわけじゃないですか。なんかアメリカすごいことになるっぽいですよね。まあ、ほぼ革命のようなことが起こると、推測されていて、なんかね、対中国への、こう、アメリカのね、強硬姿勢じゃないけど、中国に対しての、こう、あれも強いっぽいですよ。どうも、なんか、この間聞いた話によると、台湾を承認するんじゃないかみたいな。台湾を国家として承認するんじゃないかみたいな。まあ実質国家じゃんな、あれな。実質国家だからさ、まあ承認するっても事実をこの認めるだけなんだけどさ、何みたいな感じはあって、で中国に対してはまあなんかこう強硬姿勢でロシアとは結ぶんじゃないかっていう流れになるんじゃないのっていう話らしいよ。へーでしょ。まあその辺を勘案しつつ、まあそうするとなると、なんか、アメリカの覇権がどうなるんだろうねっていう話で、ただ今さ、軍事的にアメリカと中国がぶつかったらどっちが勝つのかちょっとわかんないよねっていうのもある。何しろ、中国は、もう急速に近代化、現代化を進めていて、強くなってるわけじゃないですか。まあ、対する、
あのアメリカ軍が歴史上こんなに弱かった時はないんじゃないかぐらい弱い弱いらしいんですよ今すごい弱体化してるらしいんですよね。まあそんなわけでどうなるんだろうなっていうところですよね。まあ民主党の政策によってすごい弱体化してるらしいんですよ米軍が。あのそんなわけで米軍の軍の内部もこう民主党に対してはなんか嫌だなって思ってる人たちが多いようなんですけどね。はい。まあそんな余波、そんな余波で、どうなんでしょうね。まあで、石破さんはさ、石破さんはさ、民主党が来るんだったら石破さんでいいんだけど、トランプさんになっちゃうとさ、なんか石破さんじゃなんか多分ダメなんですよね。で、あの、岸田さんがさ、内閣に入んなかったじゃないですか。あれ、なんか保険かけてたのかな保険かけといたのかなみたいなことをちょっと思ったりしますよね。まあまあまあ、そんな話でした。何の話かこの話になったんだっけ？あ、コミュニケーションコストの話か。コミュニケーションコストに関しては、なんかそんな風に思った。そんな風に思ったね。思ったよって。思ったね。まあ、なんですかね。社会を、社会的には、まあ、コミュニケーションコストだと思わない方がいいんじゃないかと思いますけどね。いや、あの、タイムパフォーマンス、タイパってあるじゃないですか。タイパとさ、コスパって、なんか、ある種、こう、反比例するような、いやー、微妙だけど、本来、逆に行くような概念だったと思うんですよ。例えばさ、ゲームってさ、対策ゲームみたいなのが、もてはやされる時代というのが、まあ、あったわけじゃないですか。2000年代のゲームとかって、こう、一本買っただけでたくさん遊べるゲームは、やり込み要素があってたくさん遊べるゲームの方がいいみたいな、時代があったでしょ？で、まあ、あれってさ、まだ一本買う、値段が同じだったら、例えば、どっちも、いくらなの？ 3000 円だとしたら、ちょっと安いか。ちょっと安いけど、まあ、どっちも3000円だったとしたら、3000円で1時間遊べるゲームと、100時間遊べるゲームだったら、100時間遊べるゲームの方がさ、価値が高いという考えだったわけじゃないですか。で、今はさ、逆でしょ？1時間で終わるゲーム、サクッと終われるゲームの方が、タイパがいいみたいな発想になってるわけじゃないですか。なかなかだよね。なかなか、こう、価値観の逆転みたいなのがすごいよね、っていうの、思いますね。あとさ、日本って、日本の話するとさ、日本って結構、なんか、結構じゃないか。こう、最近の Z 世代とかって、まあ、実家の親が、すごい成功してる人じゃない限り、ほぼ未来がないような感じじゃないですか。まあね、なんか、ね、パパ活とかもさ、やってるし、あと何だろう。闇バイトとかもさ、やってるわけじゃないですか。あれは、要は貧富の差みたいなものが、すごい激しくなってるが起こってるということだよね。うん。あれがどうなるのかなっていうのも気になりますよね。まあ、あれがさ、どんどん進んでいくと、まあ、おそらく、この貧富の差が激しくなったら、負の方じゃないや、貧者の方がさ、貧困層の方が、数が多いから、そうすると、何か、こう、アメリカに次いで格
明のようなことが。アメリカは選挙によってね、あの国をガラッと大きく180度方向を変える革命のようなことが起こるっていう、なんか民主主義としてはなんかすごい国ですよね。ちゃんとしてるなっていう感じしますね。まあ不正選挙みたいなのはさ、で、あの民主主義の危機みたいなことをあの思ってたんですけど、ちゃんと選挙で変えられるすごいよなって思いますよね。日本なんかさ、選挙いくらやっても変わんないような気がしてるじゃないですか。まあでも今回のね、選挙は国民民主党がキャスティングボートをさ、握ったんで、変わりそうな予感しますよね。ひょっとすると、財務省解体みたいなことが起こるかもしれないですけど、でも日本って外からなんか外圧によって変わるか、テロによって変わるかのどっちかじゃないと、こう大きく政体が変わるってことはないっていうのが、まあ、今までのね、日本の歴史だったわけなんですけど、どうなるんでしょうね。このまあ財務省を潰すぐらいじゃないと、まあ政体が変わるって、革命が起こるってことのことではない、インパクトではないのかもしれないね。うん。そう。まあ、テロといえばさ、京アニに火をつけた人いるじゃないですか。あの人もさ、財務省とかに火をつけてたらさ、社会変わってたかもなっていうのがありますね。いやいやいや、笑い事じゃないんですけど。はあ、いやなんで共和人に火をつけるみたいなつまらないことをしたんだろうな。本当ダメだよね、あれね。財務省にガソリン撒いてほしい。撒いてほしいじゃないわ。撒いた方が幾分か良かったと思います。ああ、しまった。画質悪いかも今日。まあ、たまにね、画質悪い日あるんですけど、設定をミスってます。たまにミスるんだよなぁ。もう一話題ぐらいしようか。最近の話と古い話で言うと、最近の話で言うと、最近ね、構造ストックしてるんですよ、みたいな話あるんだけど、これあれかな、リーパー研究会でやった方がいいかな。リーパー研究会でやろうか。アップルの広報互換性はゴミっていう話。これしようか。これいつだ？いつか忘れちゃったけど。アップルの広報互換性はゴミっていう話があって。アップルがさ、またなんか、このさ、配信とか、アバターって iPhone で出してて、それで、昔のさ、iPhone の OS からだったら、有線でさ、つなげば、USB つなげば、この OBS というか、Mac 側に、こう、送れたんですよね、映像をね。なんだけど、送れなくなっててさ、がっくりだよ、みたいな。iPhone 変えるのにも出費があったし、そこをやるのにも出費が新たにかかり、なんか、って感じになってる。で、まあ、あと、メモ帳もさ、昔、なんか、このメモ帳は新しいメモ帳で作ったメモなんで、古い Mac で使えませんみたいになったりとかさ、するわけよ。ああ。何なんだろうね。で、Mac、まあ、M1 Mac は、M1 というか Apple Silicon の Mac って性能がすごいいいんで、まあ、そろそろ変えたいよねっていうのは、
思ってはいるんですが、思ってはいるんですがっていう感じ、感じ。ああ、そうね、iPhone とかね、良くな、新しくなったんで、それに合わせてね、M1 Mac を買えば、まあ今、外部のさ、あれを使って、A-Power Mirror っていうアプリを使って、この映像を飛ばしてるんですけど、Mac に。それもやる必要なくなるからさ。あれもさ、A-Power Mirror もあんま安定しないのよね。こう、アバター出せるかどうかっていうのが、意外と運任せに近いとこあったりして。大変なんですけど。まあ、そんな感じです。そんな感じです。っていうことで。じゃあ、お送りしてきました。週刊作業用元住吉七尾。そうそう、お別れの時間です。バーチャルシンガーソングライターの元住吉七尾がお送りしてまいりました。この番組、皆さんからのマシュマロ募集中です。普通のお便り、ご質問、人生相談、新コーナー企画、新しい番組名など、のアイデアなど、お気軽にお送りくださいませ。マシュマロに書いとこうかなとか、思ったり、しているんですが、どうでしょう。普通のお便り、ご質問、人生相談、新コーナーの企画、新しい番組名など、ぜひ、お送りくださいませ。あとは、そうだな。マシュマロは動画の説明欄にありますんで、こちらから、ぜひ、どうぞ。というわけで、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、来週火曜日18時にお会いしましょう。お相手は、元住吉七尾でした。おやすみよし。はい、お送りしてまいりました曲は、最後にお届けいたしました曲は、エンドオブ夏っていう夏の終わりをイメージした曲らしいです。タイトルがエンドオブ夏っていう感じですね。あ、インストでしたね。なんか珍しく、あ、もうなんか最近シンセサイザー V でね、しっかり曲を書くのが流行ってますけど、歌物をしっかり作るのが私の中で流行ってるんですけど。そばさ、シンセサイザー V の新しいやつ買ったんですよ。ボイス、ライブラリ。フェリシアを買っちゃいました。いいなって思ってさ、もうデモ聞いた時からもいいなと思ってて、買ったんですけど。この間って、実践投入しようかするまいかちょっと迷ったんですけど、まあ、しておりませんで、はい。今後使われていくかもしれないし、そうでないかもしれない。あとなんかさ、タグをあんまりつけない方がいい説ってあるんだよね。まあいいや、そんな。多分グミとメグっぽいとさ、両方つけてんだけど私。メグポイントだけにした方がいいのかな。シンセサイザー V というか、合成音声の方がメグポイントで、
あのキャラクターがグミなんですよね。うん、知ってました。そめてはグミの曲ではないからな。メグっぽいとにした方がいいよね。メグっぽいと、うん、みたいな。まあ、届けて、まあ、どっかでフィリシャのね、あの曲も作っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあまた。